藤井達吉は愛知県壁海軍棚オムラーザ原事出身の工芸家図案家。1881年6月6日、愛知県壁海軍棚オムラーザ原事に生まれた。父親は中三郎、母親は鍵。兄が二人、姉が一人、妹が二人いる。母親の鍵は西鴨群衣村出身である。藤井は幼少の頃から手先が器用であり。 ハリキやタコ吉などとも呼ばれていた。1888年に棚尾学校に入学し、さらには医師の杉村修平の塾で学んだ。11歳だった1892年に棚尾小学校を卒業し、下郡大野町の木綿問屋である、おじろ株式会社に奉公に入った。1895年には朝鮮に渡って、元山支店に勤務。 1897年に、おじろ株式会社を退社すると、台湾に渡って、兄の安次郎の雑貨賞を手伝った。台湾からの帰国後には、美術学校への進学を希望したが父親に許されなかったため、1898年には、名古屋市の服部執法店に入社。1903年には、第五海外国官業博覧会のために、大阪市を訪れ、 奈良市に立ち寄って、初めて古美術に触れた。1904年には、アメリカ合衆国に渡り、オレゴン州ポートランドで開催されたルイス・クラーク100周年、記念万国博覧会に、執法作品を出品。1905年には、ボストン美術館で、西洋、東洋の美術作品を鑑賞する機会を得て、同年12月に帰国した。同年に、ハットリ店を退社し、 美術工芸の道を歩み始めた。1910年頃には家族と共に東京市の上野桜木町に住み、明治末期から大正時代にかけての時期には、我、学会、フューザン会、装飾美術家協会、日本美術家協会、部型など前衛的なグループに参加し、七宝焼き、日本が陶芸、金庫、畜工、執行、刺繍、染色、 和紙、書、和歌など、工芸のあらゆる分野で古い方にとらわれない斬新な作風で注目された。藤井の活動は、工芸品の大衆化を意図したものであり、後の執法政策のブームの実質的な先駆者だったと評価されている。1911年頃には、東京市の渋谷見山須坂に住み、我が区会の会員となった。1912年には、 旧山会の創立会員となり、また、国民美術協会の創立会員となった。河宇の助らと共に、軽井沢に滞在し、三笠ホテルの壁画を制作した。1913年には、父親の中座ブローが死去し、東京の芝日本江の木西町に転居した。1914年には、長田美希彦の小説、霧の想定とき版画を制作した。 1916年頃には原産経のために仕事をした。1919年には東京市の外大井町家の江塚に転居。高村豊地家、岡田三郎介、長原幸太郎らと共に装飾美術家協会を結成した。1920年には高村幸太郎の老館堂で初めて個展を開催した。1921年には 第8回日本美術院展覧会で入選し、院ともに推挙された。1921年には、雑誌、主婦のともに、手芸制作法の連載を開始し、1923年には、主婦のとも者から、家庭手芸品の制作法が刊行された。同年9月1日の関東大震災後には、白木屋、五福店図案部の顧問となった。1926年には、 主婦の友者から素人のための手芸図案の描き方が刊行された。1926年には工芸団体部型の創立に参加し、工芸雑誌、工芸時代の創刊に協力した。1927年には主婦の友者から家庭でできる手芸品制作保全集が刊行された。1929年に帝国美術学校が設立されると、 図案工芸科の教授に就任した。同年には東京手芸染色協会から家庭染色手芸法が刊行された。1930年には白文館から美術工芸の手ほどきが刊行された。同年には中部日本工芸会を発足させた。1932年以後には愛知県西鴨郡小原村で和紙工芸の指導を行っている。 1933年には文化堂から藤井辰吉創作染色図案集が刊行された。昭和初期の藤井の作品は文人画的性格が強まり、平安時代の継ぎ紙を現代にえらせるなどして、独自の工夫で継ぎ色紙風二物などの制作を行った。1935年には東京市外大井町から神奈川県足柄下郡真鶴町に転居した。 1937年には、真鶴町に工房を新築している。57歳だった1938年には、帝国美術学校教授を辞職した。小原村の工房、無風安太平洋戦争の戦況が悪化していた1945年3月には、愛知県西鴨郡小原村に疎開し、終戦後には小原村で、小原総合芸術研究会を発足させた。 伝統産業だった、お原足を工芸に用いると、お原和紙工芸を芸術の域に引き上げ、和紙工芸作家の更新の育成にあたった。山内一世などが藤井に支持している。1950年12月には、お原村から、故郷の愛知県碧南市に転居した。愛知県は1955年に、愛知県文化会館美術館を開館させることから、 1954年には愛知県に対して自作及び所蔵作品約2000点を寄贈した。1956年1月には平気南市から静岡県沼津市松下町の塩崎家に移ったが、9月には沼津市から愛知県岡崎市岩津町の近藤家に移った。1958年11月には岡崎市から愛知県半田市。 亀崎町に転居したが、1ヶ月後には、岡崎市に戻っている。1960年3月には、神奈川県足柄下郡湯河原町の安江農園に移った。1962年7月には、岡崎市、戸崎町に移り、1963年4月には、神奈川県足柄下郡湯河原町に戻ったが、1964年7月には、また、岡崎市、 戸崎町に戻っている。同年8月10日には、岡崎市民病院に入院し、8月27日に、心臓発作で死去した。83歳だった。1979年には、愛知県西鴨郡小原村に、愛知県立の博物館として、和紙のふるさとが開館し、藤井辰吉の作品などが展示されている。1991年に、愛知県美術館で、 藤井辰吉の芸術生活空間に美を求めて展が開催されると藤井の先駆的作品が再評価されるようになった。2008年には故郷の愛知県碧南市に碧南市藤井辰吉現代美術館が開館した。ありがとうございます。